はい、こんにちは。今日はね、攻殻機動隊 SAC オンラインというのをやってきます。でね、攻殻機動隊はね、アニメは全部私見ていて、で、あと映画のイノセンスも見てるんだけどね、なんかこれがまさか FPS になるとは思ってもいなかったですね。で、無料 FPS で出してるってことなんで、どんな感じなのかっていうのをちょっとやっていきましょうか。でね、キャラ、初期キャラを選んだんだけど、何したのかな？確か、斎藤さんにしたのかな？斎藤さんにしました。なんかね、敵のいる位置がわかるっていう能力を持ってて、強そうだなと思ったんで、これにしました。で、これ、モードがチームデスマッチなんで、もう適当に敵を倒せばいいっていうルールです。じゃあ、早速やっていきましょう。で、スキルをまず使っていく。ん？立ちコマか？お、やばい！やばいやばいやばい。いででででで。立ちコマがいたぞ。つか、立ちコマって白かったっけ？青じゃなかったっけ？で、上にいるので、敵と倒して。で、どうしよう。あの立ちコマって撃って倒せんのかな？ちょっと味方に任せて、私はこっから、真ん中の敵を、やっときますか。で、適当にグレを投げて、上にいる敵を撃っていく。逃がさん。で、一人やっていく。ナイスキル。で、敵が見えないけど、あ、左にいるか？マップもね、そんな大きくないんだよね。なんかあれだね、アバとかさ、スペシャルフォース2みたいな、操作感がすごい似てるから、あんな感じで遊べんのかな。で、マップも真ん中と右のルートと左のルートの3ルートあって、で、おっとやられたぞ。一撃か。お、味方もやられた。この人強いね。そう、このゲームね、ヘッドショット一発なんですよ。なんで、なるべくこちらもヘッドショットを狙っていきたいが、もういた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 。同じとこにいるね。同じとこにいたらもう、負けないよ。シーカードローン。なんだ？なんだそれ。シーカードローンってなんだ？お、なんか来た。なんだ、いて。あ、バラバラになった。ひでえ、これ。バラバラになっちゃいました。なんかスキルは、いろいろスキルあるんだよな。斎藤さんは敵の位置がわかるって。サマールで、ね、熱探知か。お、ほら、見えるでしょ。これずるいんだよね。もう出てくるとかわかるからさ。ほら、そこにいるべ。で、あそこも出てきてるから、もうヘッドショット一発。で、また出てきてる。これ見えてる。はいはい、やって。トリプルキル。これずるい、この能力。で、少佐が確かあれだよね。ステルス。で、バトーがミサイルランチャーを投げる。で、ドグサがなんかさっきのショックドローンかな。で、あと、なんだっけ、もう一個バトーみたいなやつ、名前忘れちゃった。あいつが回復だったかな。でね、みんないろいろスキルが違うの持ってんだけど。で、なんかスキルのね、レベルがあって、チュートリアルでやってたんだけど、ティア2にすると、味方にもその効果を及ぼすことができるらしい。左にいる敵を味方がやってくれる。で、まっすぐ、右向いて、ただここ左から、立ちコマがいる。やばい、白い立ちコマが。あれどうすんだよ。ここ出てくる、ここ出てくるか。適当にグレを投げて、熱源スキャンしていく。あ、いるね。グレネード投げたな。出てくる。もう一人いる。こいつもやる。あ、やれなかったぜ。頭抜かれたぜ。ただね、これ見えてるっつってもね、それ相手も同じでさ、敵もこういうスキルをガンガン使ってくるわけだから、自分の居場所もね、ほとんどバレてるって思っていいかもね。っていうことはやっぱ有利ポジションを積極的に取っていった方が勝ちやすいか。ちょっと一回戻って、ここでしゃがんでよう。こういう感じでね、有利ポジションを使って敵を倒していくが、右のクリアリングがおろそかになってしまった。で、武器はね、M4A1 つって最初から持ってるやつで、なんかカスタムとかもできるらしいんだけど、してない。使いやすいかってやれたら、どうだろうな。なんかちょっと反動が強いかな、この銃。なんかアバっぽい反動してんな。まあアバもそんなやってないんだけどね。ちょっとしかやってないんだけど。おっと、立ちコマ。白い立ちコマ。
これ立ちコマじゃねえな。ただのセントリードローンか。で、ダブルキルしていく。おっと、味方を撃つとこだった。危ない。で、ハッキングして、そこにいるのは分かってるぜ。お前だよ。奥にいる。弾がない。リロード。あ、やばい。向こうから撃たれてる。あー。これはミスってしまった。このやられ方は恥ずかしい。ってことで、気を取り直してやっていくが、このモード、1万ポイント取れば勝ちか。で、こっちが4400、向こうの3900。結構拮抗した戦いになってますね。お、敵が、奥の敵が見えてるが、M4 だと厳しいか。なんかね、初期で持ってる武器、M4 と、サブマシンガンかな。あと、スナイパーライフルを切り替えれるらしいんで。まあ、距離別にその3つを使い分けてやっていく感じかな。で、スキルシンク。味方の斉藤さんのスキルシンクを使って強化していくか。打ち負けてしまう。今の敵見えなかったよな。もうあれだな。相手もスキルシンクをガンガン使ってくる頃か。あれ？これレベルって何？一回使ったらリセットされるの？ティア2のスキルは、どこ行った？あ、1が溜まって、もう一回溜めると2になるのかな？もしかして。警戒してるからね。もうここ出てくるんだ。もう、知ってるから。おっと、危ね。危ね、危ね、危ね。おー、なんだなんだ？今味方が敵になったけど。あ、そういうスキルもあんの？電脳化してるの？そうだよな、そういうハッキングあったよな、世界観的に。脳みそ入れ替えるんだっけ。やばいな、ここいるね。ここがいるんで倒して、向こうからもやってくる。あれ、味方が、手前の味方がやられた。今見えた。で、スモーク耐えて走ってくるところを撃ち殺せない。負けちゃう。ちょっと見えなかったな。で、6400、5400。まだ差はそんなついてないですね。さ、敵の位置をこれで確認して。出てくる。おぉ。一人やって、もう一人入ってくる。それを味方が倒す。お、いいね。味方もみんな優秀だね。おっとっとっと、左の方から撃たれてしまったが、味方が倒してくれた。ありがとうございます。7000、5800、お、結構開いてきたね。これは勝てるか？お、味方が、ハッキングして、敵中に入り込んでるな。ちょっと右から行こうか。ここ。ここにいる。一人やって、もう一人いる。お、なんだ、なんか消えたぞ、今。消えたけど。あ、また敵が、味方に扮していた。あ、青から赤に切り替わったよね、今。あー、二人、きついか。こういうとこはね、やっぱね、ヘッド狙っていかなきゃね。ということで、気を取り直して。お、なんかスナイパーが見てくれてるぞ。一人やってく。もう一人やってく。やれない。熱源を確認した。スキルシンク。俺がスキル使う。よし、みんな頑張れ。スキルシンク。なんだ、俺、いて。グレネード持ってたら撃たれた。くそ。なんかもうすごいスキル使い放題だね。結構、頻繁に使えるじゃん、これ。1試合に1、2回だと思ったけど、ガンガン使っていけるね。それは相手も同じか。ここで二人抜きして、抜けない。味方にやってもらう。で、9100の7200。ただこれ、ちょっとやってて思うのはね、広角機動隊っぽくないな。なんか広角機動隊の要素があんまりないんじゃないかなっていう感じ。まあなんか、アバに広角機動隊のスキン入れたかなっていう感じだよね。敵が出てこない。
お、おっと、2体いて1人来てるな。よし、近距離。近距離で打ち勝っていく。まだ奥に1人いるんだよな。奥に1人いるし、右の上の方に。あ、立ちこまじゃねえか、あれ。セントリードローンか。お、とどめを刺して勝利。1万ポイント取得しました。課長が、お、課長が帰還せよって言ってる。あ、やざしたっていうことだよね。勝利。お、今回は私がトップをいただきました。まあ、味方強かったんでね、戦いやすかったかな。はい、ということで高画機動隊 SAC オンラインでした。あれ、なんだこれ。オープン。メレーマスター。ああ、なんか多分こういうチップを使って強化していくのかな。という感じですね。じゃあ今日はここまでにします。ありがとうございました。